まあ、いけたかなと思います。頑張ります。もまずはツアー初日福岡から、はい、始まりました、うん、始まったで。すごいな、お客さんっていっぱいいっぱいいるね。この裏ではこれ、ね、叫ぶことによって、はい、こうテンション上げて落ち着こうとして、ね、無理やりね。ここどこだー、変化だー、大量の君がー選んでたおーい、あーやばいやばい、何このチームワーク。もう3人待ち構えてるから。おー来た来た。そうなんですよ、いつもね本番の1時間前はメンバーオンリーだけにしてもらって、うん、誰も入れないように、うん、そうそうそう、うん、個人個人こうね落ち着くっていうね、うんうん、集中力を高め合って本番でございます。続いて広島にやってきました、はいはい、大丈夫です。そうサポーターをちょっとこの日からやってて、ね、両腕の関節をちょっと痛めて、うん、あったね、うん、靴下が乾いていない。昨日のお昼に洗ったんですよ、ずっとねホテルの部屋で干してたのに。手洗いやからね、濡れ靴下で、濡れ靴下ね、はい、靴下洗うからホテルちゃんと。ライブ後はいつもホテル帰って何するってまず靴下洗うって、 T シャツをね、そうそうそう、ほんまは部屋でドライヤーしてくんだけどな、そうそうそう、間に合う日もあるからな、そうそうある。気をつけなきゃ。乾かして、どうしたどうした、乾かしてるみたいな。そのまま吐くなんて考えられない。水虫防止のため。何してんの？これはライブが成功したら、うん、トモにはこんなご褒美があるよっていうのをトモに書いてあげてるの。そう、頑張れることとか、そう、そう僕がね。お部屋できんのこれ。ともライブ成功したら、あんまりあーなるほどね、ともはこうなる、こうなんなれるよっていう。じゃあとも頑張れるやん、今日ライブもこれ頑張らないとこうなれる、アホやん。これ喜んでる。広島広島はね、はい、初のワンマン、そう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 、だったんだけど、すっごい盛り上がってくれて、お客さんがすっごい楽しくて、このあとここここもう泣く、泣いた泣いた、ここお客さんが歌ってくれるんですよ。これね一回やってみたかったんですよ。しかもさ、こんなリハでできることじゃないやん。そう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 、春がとっさにやったやんか、 そうそうそう、その感動でめっちゃ間違える。あるあるある、感動しすぎてないいねってなの。らしさですね、それも。イエーイ、楽しかった、ほんまに。ありがとう、ありがとう。脱力系女子やわ、今。もうマジで脱力。うちも寝てたんですけど。そう。ここ寝てた組です。寝てた、ここ寝てました。なんかでも徐々にみんなテンションを落ち着けて、正常に戻っていくって感じ。ライブの時はもう異常なので、みんな。お腹を満たしに。ね、うん。
その日のライブが楽しければ楽しいほど打ち上げはひどくなってこの時が一番ひどかったから広島の打ち上げ私だけが10代でそのスタッフもメンバーもみんな飲んでっていう打ち上げが増えてきたのでなんかすごく大人やなって感じる恥ずかしいわこれ酔ってるやんもう唇を箸で掴むっていうねその後でしょもうね酔っ払ってるよ聞いて聞いて今までテレビで見てた人のこと憧れてたのにめっちゃ語る逆になって自分たちがこうライブとかステージに立つ人になってそれを見て憧れてくれてるとかそうやってこう次何出してくれるのかなみたいなそういうなんかファンのみんなをワクワクさせれる感じとかあとはそうやって期待されてるってことに自信を持ちたいなと思いますね僕いつもこうかまああのね自分からねこんなに喋り出すことあんまりないよね酔うたら語るでマミそうほんまうわやめとこ語ってくれよ酔うてますけどみんなほんまにもうほんまにそういろいろ話し合ってライブよくしようと思っていろいろ意見言い合ったりすることもあるけどいい話してんのにいいやつらですはいほんまに良かったな何してんのマジで何がしですよ今日みたいなお前さんもう掃除すんで早く帰れみたいな感じでテンションも違いあれやなやっぱりドアノブにも53名の単行部あるおばちゃんばっか気になってます意味でもやしの残りもんもエイプリルフールこれいいこれいいの来たいいの来た札幌待てろよー北海道に入りましたこの日は広島からね、うん、直で北海道に入ってたんですけど、うん、移動日とかなんかオフもあったりして、うん、ちょっとゆったりね北海道満喫しながらのライブで、うんファンのねみんなが待っててくれたんだよね、うん、嬉しいよな、ね、そうだこの日はねあのライブハウスの方が、うん、鮭鍋イベになる鮭鍋を用意してくれて、うん、手作りやでこういうのがすごい嬉しいな あ、うん、あったかいし鮭鍋イベこれマンゴーって言ったらみんな黙々と食べるってね、はい、なんで美味しかったもんこれそうやなほんまに美味しかったよねなぁリハ風景ですが、うん、何が起こるんでしょうなんか若干ハウルっていうかこれね、うん、あのさ広島でさ、うん、あの酔っ払った後みんなにボウリング行ったじゃんか、うんうん、あれのせいなの親指の爪が割れたのボーリングしてて、うんうんうん、でもう半分くらいまで割れて、うん、でもうめくったらなんか爪の中の肉みたいな感じだったね、うん、だからそれをこう防ぐためにもう接着剤でガンガンこう閉じて傷を頑張って無理やりすっごい染みて痛いんだけどそうけどこうでもしないと引っかかって弾けなくなっちゃうから、うんギター弾きすぎて爪割れたことにしとき。うん。じゃあギター弾きすぎて爪割れました。はい。よーし。みなさん。よーし。カラクル。カラクル。なんかまた始まったよ。変なの。前髪かわいい。じゃあ。ブルサライリクルニリシリテレ。怖っ。ホラーやんホラーあーそれをならんのあでももうロゴだったらしいこれしりのロゴだったらするきりこれは、うん、ラリルレロを母音につけるっていう腹入りからとろごろのざらいごろざらいの話聞いたらただするからに、ね、うわ
見れたロケだよ。気合入ってます。てか春田すから言い出したんじゃない。